川島赤稜川島関稜文政10年11月30日は、江戸時代中期から後期にかけての受学者。久留米藩出身で、細井平衆の門下。久留米藩藩校秋吉堂の設立にあたり、その教授となった。関稜はこうで、通称は有七。意味名は、高齢、字は、余儀。法歴4年、久留米城下の昭示魔工事石橋町に、川島三衛門の四。 男として生まれる。署名は、有吉で、後に通称、有七とした。郷の赤両は、石橋町に生まれたことにちなむ。幼い頃から学問を好んだとされるが、成果は敬拝であったために苦学した。11歳から13歳まで、宮原南陸について学んだ他は独学であった。天明3年、赤両30歳の時に、藩主有馬来より毎年銀7枚の学費が、 支給される。天明4年江戸に出ると、久留米判定で生活しながら様々な学者を訪ね、天明6年に細い平州の門に入る。平州の私塾、欧名館に住み込み、学木として働きながら、学問に励んだ赤稜は、後に塾長に挙げられ、平州の皇帝として、名が知られるようになった。赤稜は平州を修正の師とし、 石中学派の学党を引き継いだ。久留米藩は、天明8年に石稜を中古賞に召し出す。翌完成元年には、藩政し、佐田野城の自得となり、久留米藩江戸屋敷の講談所教官となった。完成7年、12年ぶりに、久留米に帰国し、妻をめとった。久留米藩には、藩校として、修道館があったが、完成7年正月に火災によって消失していた。 完成8年、赤両は、藩校教授、宗田康志九郎と共に、藩校再建を命じられる。赤両は、費用調達のために、合納、樋口人蔵をはじめとする特使化をする、11月に再建がなった藩校は、秋吉堂と命名され、12月9日に講義が始められた。赤両は、秋吉堂の教員としてに教授に任命される。校での教育にあたるとに、 有馬マ・ライキ、アリマ・ヨリノリ二代の藩主に仕えて、久留米藩全体の教学に尽力した。その学識は広く知られ、芝野・立山、小笠利、理、ン茶山、大春水、高山彦告郎と交際があった。著書に、赤竜文集、赤竜郵送など。後に、その著述は、河島赤竜遺文全八巻に収められた。文政十年没、去年七十四。母書は、 久留米市寺町の正の理事にある明治44年聖後遺を追贈された。ありがとうございます。